苦労様でございます。旦那、米問屋広田屋五郎兵衛、大層なお屋敷じゃございませんか。うん。亡くなった先の五郎中、田沼興津様と手を組んで、米相場でだいぶ枠取り儲けをしたともっぱらの評判だが。しかし田沼さんが亡くなった今じゃ、火が消えたも同然で。それにしても三つの土蔵の中には、千両箱山とあるということだ。へえ、そのせいで広田屋五郎兵衛、夜もおちおち眠れねこって。行こう。はい。56文なり、18文なり、10と2文なり、8文なり、10と5文なり、3文なり、2文なり、3文なり、10と5文なり、6文なり、12文なり、10文なり、5文なり、6文なり、12文なり、10文なり、4文なり、3文なり。あ、どうしよう。おい、早く上がるよ。はい、ただいま。はい、うん、風もないのに。さあ、今一度やり直しじゃ。これが済むまで誰も休みませんよ。はい。はい。6文なり、5文なり、10文なり、15文。心が痛い。怪しい節がないか調べてみろ。きつくと手を組んで儲けた越後への金子、この闇奉仕が一文残さずもらい受けた。南町奉行同心殿、お手前が何よりの証人。わしの名前徳と心に刻みおかれよ。さらば。
誰か来てくれ。闇法師だ。闇法師だ。闇法師。闇法師だ。やったんか。そんな早くせどこへ。よし、手足探せ。お待ちどうさま。はいはいはい。さあ。お、酒だ。はい。何度も小気味のいいことじゃねえかい。何がよ。あ、姉さんお茶したい。はい。闇法師の一件さ、田沼さんと手組んで、はい、悪どいボロ儲けの商人たちの金蔵を次々に空っぽにしていくなんざ、なんとも江戸っ子の心にジーンと狂ってもんだ、うん、なあ。で、一将軍さんも膝元のこの江戸で神出鬼没のやりはし、こいつは今に締めになったろ、大した評判呼ぶぜ。おお、てめえちら闇法師って騒ぎ立てるかな。考えてもみねえ。こいつは大行な騒ぎになる前触れだぜ。あ、親父、ちょっとしてあよ。大行な騒ぎと、おう、どういうわけだ。いいか、南北町奉行与力合わせて50機だ。その下の同心が合わせて200人。あ、おちょ。これだけの人数を繰り出してだな、たった一人の闇法師が踏んじばれねえでいてみろ。町奉行のご意向はもとより将軍様のご意向までとやかく言われ出すに違えねえからな。なるほどな。おいや、大きな声じゃ言えねえが、この前を死んだ田沼様な、あれを病気で死んだんでなく、誰かに一服もられたって。おい、姉ちゃん、お勘定置いていきますよ。ありがとうございます。まあ、ともかくよ、いや落ち着かねえ世の中になってきやったで。まったくだ。まあ、俺たちには関係ねえんだよ。いや、あんなところだ。として尾張へ出発してからもう2年にもなりましたか。楓は兄が江戸を出発した日を兄の命日だと思っております。いやいや、楓殿、五郎太ほどの男を必ず目的を果たし、あなたの前に無事な姿を現しましょう。いいえ、尾張はことのほか隠密戦議の厳しいお国と聞いております。一年で帰るはずの兄、楓はもう諦めております。ちょうど五郎太が出発した日も、それが人をあなたが見送った。決して諦めず、五郎太の無事を信じなされ。何かの折にはいつでも力になります。はい。それがし、五郎中の呼びで行かねばならん。これにておいても。いろいろとありがとうございます。ごめん。同心霧のトンベ曲がり越しました。入るがよい。あ、
これをその方に頼みたい。これはこの度のご府内の闇奉仕の一件、上様のお耳にも達し深くご案じじゃ。はあ、思うに闇奉仕単なる一介の賊とは思えぬ。ご公儀お膝元を人も投げなる振る舞い、何か別に企むものあっての。先にご他界された田沼殿についても妙な噂が町民の間に広まっているとも聞く。このまま闇奉仕の長領に任しておいては天下国家の平和に暗い影が生ぜんとも限らず、すべからく災いのもと早く立つに限る。では秋草様のお力を。江戸の財布をよそにまだお戻りではないと見える。よし、箱根まで一足、久しぶりにお顔を拝見と参るか。霧のトンビ、動き出しおったな。秋草の居場所、箱根と聞いた。おじいさん、箱根がどうとかって、そんなところで何してんだい。この家には誰もいないぜ。わっぱ、お前こそ何をしている。おいら、慎太郎さんを待ってのさ。おー、秋草の知り合いか。あ、家来だ。おー、せっかくだが、秋草は帰ってこぬぞ。そんなことあるもんかい。あっぱ、秋草慎太郎を待っても無駄だ。秋草、生きてこの屋敷へは戻らぬぞ。着いたか。闇だ。終わりを出た闇奉仕が江戸へ行く。江戸は暗い、暗い、真っ暗だ。終わりを出た闇奉仕。おい、しっかりしろ。江戸へ帰るんだ。楓か、兄だ。お役目無事に果たしたぞ。帰ってきたぞ。気が触れているな。それにしても聞き捨てならぬ今の言葉。トンベ、お主もいたのか。どうじゃ、
わしはこの通りじゃぞ。トンベ、あの霧のトンベか。もし、お呼びかな。左を切らしてな。好きな茶だかもすげえ。石をお持ちかな。おいおい、お安い御用だ。ご隠居も湯治に行きなさんのかね。ねえ、年を取るとな、湯に入るのがただ一つの楽しみでな。毎年一度はやってくる。ええ、それと結構な身分で。ああ、この俺は一体何やつじゃ。気のとんべ、俺の声を忘れたのか。のしが来た。江戸へは入らせぬ。あ、おじちゃん、おじちゃん。闇星だ。闇星が江戸へ向かった。占いの夢助。魔人法占い。して死ぬんだ、秋草。闇法師。
しっかりするな。おい。それがし、公儀隠密、大月五郎太。何？公儀隠密？尾張家の秘密。闇法師13人。闇法師の狙うは。闇法師の狙いは。闇法師の狙いは。今日確かに持て。闇法師13人。尾張家の秘密。公儀隠密大月五郎太の口から漏らされた尾張家の秘密とは一体何？江戸へ向かった闇法師13人、秋草を訪ねる桐の木本兵衛は、そして周作は。